はい、皆様こんにちは。コミュニティ TV 八木でございます。本日は映画やテレビで俳優が着用した時計にフォーカスするアクターズウォッチを配信したいと思います。今回配信させていただく内容はタイカワイティの腕時計になります。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。大ヒットアメコミ映画マイティソーのシリーズ3、4作目の監督として知られ、脚本家、俳優、声優、コメディアンとしても活躍するニュージーランドの映画制作者タイカ・ワイティティ。制作や監督だけにとどまらないマルチプレイヤーとして近年エンターテインメント界を大きく賑わせている映画人の一人です。ヨーロッパ系の母とマオリ系の父との間に生まれ、ニュージーランドで育ったタイカ・ワイティティは学生の頃から演劇やアマチュア映画制作にのめり込み、地元の CM 監督、短編映画制作者、テレビ映画の俳優として活躍。やがて本格的な長編映画制作を開始すると、世界各国の映画祭で絶賛を受け、新進気鋭の映画監督として注目を集め始めます。そんな彼の知名度を一気に押し上げたのがマイティソーバトルロワイヤルへの大抜擢。同作は公衆面、批評面でいずれも高い評価を受け、ハリウッドのヒットメーカーへの第一歩を踏み出しました。先日海外の映画情報サイトを見ていたところ、タイカ・ワイティティが新作プレミアやインタビューなどに登場するたび異なった腕時計を着用しており、しかもそれらの腕時計が非常に趣味のいいモデルであることに気がつきました。調べると彼は時計愛好家としても知られているようで、これは今回の動画でも紹介せねばなるまいと思った次第でございます。そんなわけで今回のアクターズウォッチはタイカ・ワイティが着用した腕時計をご紹介してまいります。1本目にご紹介するのはロレックスデイトナ。まずはセレブがつける腕時計としてのお約束のこの1本からご紹介いたしましょう。言わずと知れたロレックスデイトナ、リファレンス116528もしくは116508です。この写真ではベゼルのデザインが確認できず、残念ながらどちらのリファレンスかは不明確ですが、いずれにしろ鮮やかな青い上着とイエローゴールドの色味がマッチした絶妙なスタイリングとなっております。デイトナの中でも逆パンダ文字盤に差し色の赤が映える個性的なモデルを選ぶあたり、彼のクリエイティブな感性と人となりを感じさせる一本と言えるでしょう。続いてもロレックスと参りましょう。こちらは先ほど述べたデイトナとは真逆の実にシンプルな一本、ロレックスサブマリーナリファレンス14060。飾り気のないトロピカルシャツのマリンスタイルに、あえてシンプルなノンデイトのダイバーズウォッチが選ばれたように思います。同じサブマリーナでもリファレンス5513などのヴィンテージが選ばれていないのは、実用性や機能性といった道具としての腕時計という側面に彼がこだわりを持っているからなのかもしれません。続いての1本はセイコーセカンドダイバー後期型キャプテンウィラード、リファレンス 6105-8119。 映画ファンならご存知かと思いますが、フランシス・コッポラ監督の名作地獄の黙示録の劇中で主演のマーティン・シーン演じるウィラード大尉が着用していたことで有名なモデルです。また世界的に著名な冒険家上村直美氏が生前に愛用していたことで上村というニックネームでも呼ばれております。タイカ・ワイティティが映画監督として地獄の黙示録に影響を受けたかどうかは定かではありませんが、彼が映画好きに愛される腕時計を愛用しているのは映画&腕時計好きにとって実に喜ばしい限りです。4本目にご紹介するのはセイコー KS スペシャル。セイコーからはもう1本がラインナップ。こちらは1975年のみ生産されたレアモデルとして知られるキングセイコースペシャル、リファレンス 5256-8000。 搭載されている発振動ムーブメントキャリバー 5256A にはデイトのクイックチェンジの際にもゼンマイの巻き上げが行われるという変わり種ながら実用性の高い機構が備わっています。写真では曜日表示が SAT となっていますが、実はクイックチェンジで日本語と英語が選べるバイリンガル仕様。タイカ・ワイティティがドという表示を見て SAT は日本語でドと書くのかなどと思っていると考えると、なんだか親近感が湧いてきます。続いての1本はカルティエパシャドゥカルティエ
リファレンス WGPA0007、 デイトナ、サブマリーナ、セイコーダイバーズ、キングセイコーときたので、武骨で男らしい腕時計が好きなのかと思いきや、フランスが誇るジュエラーカルティエのエレガントなドレスウォッチも余裕でつけこなすタイカワイティティ、豪奢なストライプのダブルスーツに身を包んだ彼の表情やポーズがなんとなくフェミニンに見えるのは私の思い込みでしょうか。続いてもカルティエから、サントス・ドゥ・カルティエ、リファレンス CRWSSA0018 です。1904年に発表され、市販された世界初の腕時計として腕時計の歴史に名を刻むサントスは、もともとパイロットウォッチとして開発されたとは思えないエレガントなデザインで、100年以上の長きにわたり腕時計ファンに愛され続けています。ピンクの背景の前で、これまたフェミニンかつアンニュイな雰囲気を醸し出すタイカワイティティ、もはや狙ってやっているのではとすら思わせます。そういえば映画フリーガイでは、彼はドラッグクイーンを思わせる横行な言動で周囲を翻弄する悪役俳優としてエキセントリックな演技を見せていましたっけ。7本目にご紹介するのはドクササブ。今までの写真とは打って変わり、カジュアルな雰囲気のタイカワイティティ、これが彼のオフタイム姿でしょうか。そんな彼がつけているのはオレンジ色が目にも鮮やかなドクササブ、リファレンス 1200T。 日本未上陸ながら、ドクサは1889年創業という長い歴史を持ったスイスの時計ブランドです。1900年代初頭に 8days ムーブメントを発表したり、ロレックスと協力してプロ用ダイバーズウォッチを開発したり、世界各国の軍隊で正式採用されたりなど、実用性の高い時計開発に長けたドクサですが、この水中での視認性を高めるオレンジ文字盤のダイバーズウォッチも世界で初めてドクサが商品化したと言われています。映画監督や俳優というのは視覚表現にこだわる職業ですので、デザインが機能性に直結する腕時計というアイテムにも彼がこだわりを見せるのは当然と言えるのかもしれません。最後はオメガスピードマスタームーンウォッチ 42mm、 リファレンス 310.60.42.50.01.001。 ピンクのセットアップに身を包んだタイカワイティティが選んだのは、同じピンク色の新素材セドナゴールドを採用したラグジュアリーな一本です。初代ムーンウォッチを踏襲した左右非対称ケースとドットオーバー90のタキメーターを備える本機は、新素材を使いながらもムーンウォッチの歴史やスピリットを受け継いでおり、この腕時計を選んだ彼の時計愛は本物と言わざるを得ません。まとめとなります。ロレックスやオメガ、カルティエなどの腕時計はハリウッドでも多くのセレブが着用しており、それだけならコミット TV で取り上げるつもりはなかったのですが、彼がセイコーのヴィンテージやドクサなど腕時計マニアがこぞって愛するモデルを身につけているのを見た瞬間に、この事実を世に広めなければならないという謎の使命感に駆られてしまいました。さて、前回ご紹介したスターウォーズのスピンオフドラママンダロリアンの一部エピソードでも監督を務めたタイカワイティ、なんとスターウォーズの新作映画で彼が監督&主演を兼任する可能性があるという噂が飛び込んでまいりました。マンダロリアンの彼の監督会はファンから非常に高い評価を得ており、もし実現すればスターウォーズファンが喜ぶような作品に仕上がる可能性は非常に高いと個人的には考えております。そうなればプレミアやレッドカーペットで彼が着用する腕時計を見られる機会が増えることは必須、実に楽しみです。とはいえ、このような噂はあまり当てにはなりませんので、話半分で聞いておくことにいたしましょう。はい、今回の内容はいかがでしたでしょうか。明日もぜひお楽しみにお待ちください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。